回る。あ、はて、見覚えのない寂しいところじゃな。果たしてここはメイドであろうか。背中からすっぱりと袈裟掛けに切られたと思うだが、不思議なことに怪我一つしておらねば、足もついておる。あれは確か縄文前、雪の城様に狼藉者が突然切りかかり、思わずこの身を盾とかばって倒れたはずが。ここは何というところやら。あの世なら、せめて迷わぬように、誰ぞに問いたいものじゃな。ジンカラー、法の結界は国中に張られ、もはやどこへも行けぬ悪逆無道の罰当たり、諸物に代わって成敗いたす。お、わらわは脳死は鏡の桃姫、お人違いでありましょう。うまくいったようじゃ。魂が抜けておる。来なされ娘も、箱根の結界を越えれば、奴も動けぬ。術が破れ、体からこちらの魂が押し出されてしもうたわ。邪魔するのは、あれに見える坊主らの仕業じゃな。その声、忘れるはずもない。あの夜、雪の城様を襲いし、狼藉者の声ではあるまいか。いかにもそういな。あの人たちこそは、切った相手に乗り移る、おぼろ流玉打ちの秘技。今や、その五体のことごとくがこのイズナ・ジンクロウのもの。おとなしく明け渡すか、さもなくば共に地獄に落ちるか。術が破れ、体からこちらの、その、いかに、今や、術が破れ、いかに、今や。ああ、夢でも見ているのではなかろうか。目の前に、我が身が見える。我らはどうなってしまった。体一つに魂一つ。命において、真羅万象の決め事よ。わしの霊魂が取り付けば、お主の魂は押し出される。雪の城の体を奪うはずが、割り込んだ姫君のせいで、こうして小娘となって生きねばならん。情けはかけぬぞ。逃がさぬぞ、ジンクロウ。しっけの身でありながら、浅ましき姿になり果てたるわ。無限地獄に落ちるとも、この手で無念を晴らすためぞ。Yeah!
やられたわ。桃姫の魂が見当たらぬ。先ほどの騒ぎに乗じてあの坊主めにかどわかされたか。術が破れたからには桃姫の魂に何があってもこの肉体の命が危うい。あれを野放しにはしておけぬ。すぐにも追わねばならぬというのにグズグズしおって根気くめ。まだこのか、刻限はとうに過ぎておるのに。いつもながら狐とは思えぬ見事な化けっぷり。だが待ちくたびれたぞ金菊。申し訳ございませぬ。遅れましたのは感動参道に張られた結界を避けるのに大回りしたためにございます。嵯峨野からは街道に出られず北に回り越中越後へ、次に飛騨から野麦峠を越えて信州に入り。もうよい。お前の話はいつも長すぎる。して例のものは持ってきたか。青州の刀匠千字村正、その御霊の宿る沖縄面、ここにお持ちいたしました。村正ほどの妖刀でのうては我がおぼろ流剣術の進化は表せぬ。すぐにも欲しい。行くふりでも構わん。では刃にまといつく切られた者の魂をお分け与えください。恨みの炎が村正殿に力を与え鋼を赤く熱するのです。そんなものでいいならいくらでも用立ていたすぞ。手当たり次第に切り捨てて嫌というほど燃え立たせてくれるわ。されば村正殿も喜ばれ、新たな刀を次々と打たれましょう。妖刀と名の付くからにはそれ相応の触りがあってのこと。たちまち見入られ人を切らずにはいられなくなりましょう。見入られることなく刀の容器を制して操る剣術がおぼろ流よ。畜生の分際でいらぬ心配じゃわ。いくら折れようとも鞘に収まれば血をすするために蘇る。そのような刀でのうてはこちらも困るのだ。社に収められた面を持ち出したのが狐仲間に知られれば、姉様はどのようなひどい仕打ちに遭うかわかりませぬ。これもひとえに甚九郎様のため、どうかお察しくださいませ。坊主らは道という道に網を張り逃がさぬつもりらしいが、神馬両断の村正があれば結界など物の数ではない。何はさておき、今は急がねばならん。墓場の堂でお前を待っておる間に面倒なことになった。東海道より付きまとっていた蘭海という坊主に玉打ちの術を破られ、肉体の元の主桃姫の魂を取られた。あやつの口ぶりでは箱根を越え江戸に下る算段であろう。居所を探せ金菊。魂に何かあればわしが死ぬる。そんなことにはさせません。お任せください。